下の段の二行目、万古筆端空海の月っていうところまで、この段の話なんです。本当はね。そして、この段の、今、この字を絵線と要せば、我が社に一面の故郷のごとくに会いに至り、こう来たれば高原寺、漢来たれば漢源図っていうところの話がね、これは今のとこから続いてね、149ページの、テキスト149ページの上の段の3行目、この山岳あるべきなりまで、この段の話が。ずいぶん長いでしょ。そしてその次のね、だからそこのところはいいならいいところを書いてください。だからその次、色だ。色は時に芸者いでてとたちまち名教来に合わんときいがる。その色はね、その今の149ページの上の段の3行目、芸者入れてと、たちまち名教来に合わんにいかん、そっから始まってる。その149ページの下の段の3行目、右から3行目、諸仏諸祖の道に渡る山岳あるべしまでですね。それからその次の、歯として死いわく股間ともにかぐる。それを歯とすると、その次、説法堂の股間クイーンは子も間も名教いわくになるとなると、そこからですね。それから149ページ下の段の左から2行目の、錯乱と犬に及ばなるものなり、そこまでですよね。そしてその次の耳として電車いわく暴行すなわち叱らず、何かの方いわく何にそもさん電車いわくこう保証とやって、そこまではその時に電車いわくから始まってですね、162ページあるだろう。これページ数が2つになってるけど、その150ページの左から上の段の左から、あ、右から6行目、適歴するには向かい非常なり、そこまでですね。それからその次の歩として、歩を今たちまち名教来の時以外、それがこの今のとこから続いて、その次の行、そしてその次、芸者いわくっていうのは、これは変なわけ。そうすると、吐き出す。それから最後、この下の段の、万古筆端空海の月まで続くわけ。まあ、このところ、本の読み方ね、初めて、こういうのをただずっと読んでたんだ、何やなんだか分からなくなるから、まずそういうのを分解してね、このよく読んだ。で、今、この字を、それでしばらく説法本文ね、しばらく説法堂のこの字というのは、これ何事ぞと山岳すべし。で、仏法でもってこの字、この字を霊線と寄せばって、そういうこの字は、この字っていうのは何か、仏法としての一大事だ。一大事って何か、この自己の人生のね、行き着くとこへ行き着いたということですね。何しろまあ、
今の人たち何が一大事って考えないで生きてんだから恐れるね。人類ってやつ今まででそうなんだ。ほとんどのやつなんだ。一体何が大事なのか。金のためですね。あるいはその妻子のため、あるいは会社の恩ため、あるいは昔だったらお殿様のためっていうね、腹切ってるやつにたくさんいるじゃん。あるいは天皇の恩ため、みんなこれ中途半端のことじゃない。本当にね、一体何のために生きるか、その価値観が大切だ。一体我々ね、これは言いたいんだね、私は頭良かったからね、中学時代に俺これから一生を生きるんだったら一体何のために生きなきゃならないかって言ってまず考えた。それでそんな中途半端な価値のために一生無駄にするんじゃなくて、本当に絶対的価値のために生きようっていうのは、それは私の大体の構想だもんね。規模が雄大だ。それで結局の話ね、まず今だから中学生や高校生にね、それは言いたいんだ。一体は若い人は自分のこの人生生きるって何のために生きるのかってね、そこから決めてこなくちゃね、いい学校入れ、だから勉強しろって言ってね、これみんな中学生でそこで迷ってんの。頭のいいやつは、頭の悪いやつだけは親や教師に言われるといい学校入ろうと勉強してる、あれバカばっかりだ。そうじゃない、ちょっと頭のいいやつなら何のために勉強しなきゃなんないか、自分の人生の狙いも決まっていないのに、そんな塾に通ったりなんかしてて勉強なんかできるかって、そういうのは本当に頭のいいやつだ。頭のいいやつはだから振るようとしてさ、それで頭の悪いやつだけ上げてるんだから、どうせこのからの時代ねダメに決まってるね。でそこで私は本当に頭のいいやつをこうあれするために、伸ばすために、本当の人生の価値は何かって、そこから始めなくちゃいけないっていうことを言ってるわけ。そこがね、またバカばっかりだからね、私がそう言ってもなかなか分からない。でもまあ頭のいい人ももちろんいるんだから、そういう頭のいい人は私の話を聞いてほしいんだよ。でだから今しばらく説法道のこの字というのは、これ何事ぞと三角すべし、そしてしばらく説法の故郷を習いびるべし、結局その今の故郷の話も女一面の故郷の道はこれ一面という、これは二つに分かれる以前の一面なんだ。で偏在なく断じてないね、さらにあらざるない、全くね限りない、ね、偏在な断じて限りなく無変だ、そして一切分離ないで分かれる以前、自分と他人とって分かれる以前、全て分かれる以前で、一種相伴の事故なり、一種相伴の事故っていうと何て言うんだ、カラ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 さ、爆死モナコかなんかの あれね、私は見たことないけど映画でよく見てた中学生があんなことのものかと思うかもしれない。そうじゃない、本当に平らなところに本当に丸い玉ね、盤の上に玉、これ
どこまで行ってもこのあれだコロコロって転がってってあのストップなしなどっからこう使えやとあれするからバンと球ともう一ひっくるめてね急だからね どっちの方へでもぐるぐるとこう回ってくるそれがあれですね自己と世界と全く一枚のところだそれがその今説法の一切分離伝の故郷ところがそれがねあのこう来たればこう現に観来たれば観現とかその一面って言ってもね全く無風景じゃないっていうのはねいろんなその綾模様があるこの我々の人生この生命の話だからね生命の話はその一面なんだけれど同時にそこに綾模様があるこう来たれば光源寺観来たれば観源寺それでねこのだから虫がチリチリ鳴いてりゃこれライだねそうするとちゃんと現時点ライと現とってねで一石の石種なるこれ一人の赤ひげさんだっていうの外人学では外人が現れたから寛大寛厳なる今度はねこの古来古来とまあすぐ外人が来たら外人が現れるこの寛大寛厳はちょっとこう角度変えてああれになれるわけねでも釈されるんだこの寛は混沌よりこの方万古より後3歳5歳の現状をせると言い来たれるに普通観というのはね伝説的にはね混沌から混沌というのは一切分かれる時点だね未分化の原始時代そこからねバンコっていうのはバンコシっていうこれバンコシっていうのは昔本当のあの中国のねシナのあの古の天使の豪華万古史よりこの後だ3歳5歳の現状をせると言い聞かれる3歳っていうのは天地人ですねだから5歳っていうのは木下土根水だ火土金水ですねそういうあの5歳っていうのはしかしここではまあそういう混沌のから始まってそれはシナの漢民族っていうのは混沌から始まってだんだんそのいろんな文化を持ってくるそういういろいろな知恵文化が発達して漢文明っていうものができてくるんだねそれがこの漢は混沌よりこの方万古よりまち3歳5歳の現状をせると言い聞かれるに普通はこの漢というと昔からのそういう伝説的それから歴史的にね漢がこうだんだん減少してきたしかし今説法の道には故郷の功徳の還元線そういう伝統的伝説的、歴史的漢の話じゃなくてね今故郷上の感が現れたこういう話言うんですよねっていうのはね、要するに今の私の言葉で言えば私の生命体験のところにこのいろんな感が現れる今の感は感にあらざるがゆえにすなわち還元なり伝説的歴史的に言われるっていう感でないから今故郷に現状した感が現れたんだ
これはね、 例えば今の我々でもテレビなんか見てると、インド人が今植えているとかね、あるいはサハラ砂漠がだんだん広がって、砂漠ばっかりになっていくっていうのが、テレビに出たとするね。そうすると、そういう情報を受け取った、これは私の生命体験だね。 がそういうその限りのこのサハラ砂漠あるいはインドの話っていうのをちゃんと私のあれに世界になってくるじゃん。我々本当にね、今の時代情報時代っていうか体験する以外に情報をたくさん来てるわけですね。その情報ぐるみが私の世界だね。 そういうのが今還元だ。でその次に、この法則の方から言うと、時に芸者入れてとたちまち名教来にやわんとき、いかんとこういう話が芸者の言葉が入るわけですね。 ところがそれには昔して、今説法堂の古漢の君、さらに言うべし、京や寺院になるべし。説法が、こや漢は共に隠れると言ったけれど、本当はさらに言う、言わなくちゃなんだ。京そのものも、故郷そのものも隠れちゃう。 で、芸者堂の百雑誌はどうやすべからぬ、これ陰謀堂なりと、なりとも、言うとすればそういうように言うほかはないが、嫌い、難事をせん。我に再編を開始したる、いかんぞ我に影響を開始したるなりと。これ百雑誌って言ったから、 まあそう言わなきゃならないけれど、本当はその再編をね、百雑誌こう砕けちゃったって言ったら、砕けた再編を持ってこいって言ったのに、そうじゃない、壊れようのない名教を持ってきたっていうね。そういう、ここまではまあ一応の即に対する話だ。それからまだこの即に対する話、今言うように、 まだ長く続くんでね、今一応の話で、次のところ皇帝の時12年の今日あり、これはね、今いわば鏡の使い方の話されるとね、中国や日本の君主たちはどういう鏡の使い方したっていう話。 皇帝っていうのは、これは三皇五帝っていうのかな、とにかく大昔の天使ですよね。今陰時代ぐらいまではこう歴史的に発掘してあれしたらしいけど、それ以前の、かの時代になると、 まだ伝説に考えられてるらしいね。でももしかすると、そのうちかの時代も剥されるんじゃないかな。それからそれ以前に三皇五帝の時代があって、でまあ皇帝もその時代の人は伝説だ。だけれど皇帝の時12年の神あり、核には天寿ない、あるいはまだ 皇帝師、皇帝師っていうのは皇道山中とこにいたね、古の仙人の名前だし、皇帝師からもらったんだと思います。その12面の用いる儀は、12時に一面を用いる、また12月に毎月毎面に用いる、12年に年々面々に用いる。まあ12枚の鏡あるから、
変化を収むっていうような言葉があるけど、結局水っていうのはどうか、
教員に来るところはですが、要するに従って来たるところなく、また去るところなし、故に如来と名付く。これは今何者か、これ因果来ね、全ては何者か、これ因果来。これはっていうのは自己人界自なんだ。全て自己と、それから世界ぐるみも自己国なんですね。それで、だから来たっていうこともない、去るっていうこともない、来たるがごとく去るがごとく、それでそういうのを如来っていうね。それが根本的なね、人境の神だ。人境の道理というだから、固定したいい人悪い人っていうのがあるはずだ。いや、毛沢東のようにね、 絶対的実力者でもボケやボケちゃうんだ。あるいは聖人だ、君主だって言われてる人でも人をもう取れよと思う。それを世間の人はそこを間違うもんね。あの人は偉い人って思ってるよともう決め込んじゃう。そういう情報だけが先行して、そして 実物は、その俺は聖人だって思われたところで人のものを取るっていうやつも出てくるわけだ。みんな催眠術、催眠術かけてるってさ。それだったらみんな、あの人は偉いんだってこう思わずってだよね。そういう催眠術のところで人のものは悠々と取ってポッポに入れるやつも出てくるわけだ。ほんとその時はやっぱり泥棒って言わなくちゃ。 で、そういうのね、これ、沢木老師がよく言われたの。真似して、石川五右衛門の真似して、ちょっとこう人のものを取ったら、これはもう泥棒。お釈迦さんの真似して、座禅した仏さん。これ、実物はそれなんですね。決して、 お釈迦さんって決まった人がいる。だから、泥棒って決まった人もいる。で、来たるにあとなく去るに法なしを人境の道理と。天不生の満帆なる天性に満たる。賢いのとそうでないのと。いろいろあるのは、天性にありみたい。 大体人間ってやつは天の気を受けて、その生じてくるんだ。だから、それは天の形に、天性ってのは天の形だね。天の形に似るのは当たり前ですよ。この低気圧や前線がやってくりゃ雲が生ずる。それと同じように、我々も、なんか低気圧か前線が来たからこういう、 形で、ふにゃっと生まれてきたんだから。で、これ、どうせ天に、天性にあるみたいな。誠に敬意になるべし。敬意ってのは、敬は縦糸ね。だから、いは横糸。織物の場合、縦糸と横糸があって、こうなって。要するに、正しく、順序正しく収める道理。 銀面、鏡面、一面、一面ない。で、
現のための来にある
故郷をたどり故郷なりとも、この山岳あるべきなり、そういう故郷の山岳をしなきゃならないということですね。生命の地図です。まあ今日はそこまでにして、その次電車に出て、あれ本当に自分にね、あれしていかに自分の 生命を深めていくか、もっとこれからの活動の話ね、もっとまた影に話が出てくるわけです。今日の話は